コース側。おはようございます。マジビーです。今日は接線に登りたいと思います。ここは大戸口登山口かな。で、接線は大峰三大急登って呼ばれてて、結構初っ端から山頂までずっと急登が続くらしいです。とりあえず行ってみます。レッツゴー。ですね、登山口。ジグザグになってる。めっちゃ紅葉綺麗。赤くなってる。綺麗。うん。今日の登りや。なんか岳山に似てる。これは楽しくなりそうな予感。ロープがありますね。ここも急登。綺麗やな。紅葉が。まだちょっと残ってますね。お、開けた。おいし、置いていこうか。工場より先、立ち入り禁止。こっち側が立ち入り禁止なんですね。この上を登っていきます。おー、朝日がついに。おお、気持ちいいな。まずは残儀平っていうところがめちゃめちゃ景色みたいなんで、めっちゃ楽しみ。ずっと登りとか続きますが、なんか振り返ると山々が結構綺麗なんで癒されますね。
テープなかったらめっちゃ迷いやすいかも。ここ今日ピストンなんで、またここ帰り下ってきます。楽しい楽しい。この岩の、ね、この横が場所ですね。ここ結構気をつけないといけないポイントかもしれないです。すげえ迫力が、漁場がいいだけも。さあ、最高は気持ちいいな。鉄線やな。鉄線の鉄線。残儀平到着やな。これはすげえ。残儀平。すげえ。やばい、これ、ここはすごいな。写真撮ろうかな。すごいすごいすごい。よし、残儀平で結構遊んでたんで、今からまた接戦向かいます。よっしゃ、おいいとこや。何やこれ、なんか鉄。木の根の。おお。また降りて、
ロープ割り。鉄線、山頂到着。おお、来ました、鉄線。標高は 1563m です。おお、大噴煙が見える。行者狩りだけど大噴煙。鉄線の山頂はこんな感じ、ちょっと狭めで。小口の看板があります。今来た道、こっち側。鉄線に着いたんですけど、なんかこの先鉄線平っていうところがあるみたいなんで、ちょっとそこにも行ってみたいと思います。レッツゴー。よし、向かいます。こっちかな。下ってきてます。ここにもピンクテープあるんで行きやすい。いいらしいです。どうかな。おお、すげえな。鉄線平に到着しました。天気もいいし最高やな。ここでちょっとご飯食べていこう。うわ、すごい。めっちゃ綺麗に見えるやん。鉄線と大噴煙、後ろに。らしいな、これは。よっしゃ、最高やな。こっち行ったら以前とか発表が出るから。やっほー、すごい響く。
ザンギ平も良かったけど、鉄線平はさらにめちゃめちゃいいです。それではご飯食べたんで下山していきたいと思います。まずは鉄線ちょっと目指します。最高やったな、景色が。何回かな、あのコース。鉄線まで戻ってきました。やっぱ綺麗やな。ここで会ってましたね、鉄線平まで行く道。帰りよ、こっちから。この景色も綺麗。こっち綺麗。ドラゴンのね、こっち綺麗。三次平。すごいね、やっぱり。いいなぁ。引き続き下山します。綺麗よ、ほんまに。結構下ってきましたね。ここは慎重に。ここ一番多分危ないんで。ちゃうわ、ここちゃうわ。もう一個向こうや。危ない。ここめっちゃ危ないとこや。こっちっすね。もう一個下っすね。危ない。上行くとこあった。やばい。ここっすね。油断しがちな。ところなんですけど、ちょっとゆっくり。到着。今日は鉄線でした。ザンギ平から見る景色と鉄線平から見る景色はとても素晴らしかったです。あとまあ急走がずっと続くんですけど、なんか木の根とか掴んでよじ登るみたいな感じでめちゃめちゃ楽しかったです。それではまた、バイバイ。綺麗やな。川に足つけますね、最後。気持ちよさそう。